B-24 リベレーター PB4Y-1 リベレーター B-24D-7CO41 から23,828号機 B-24 リベレーターはアメリカ陸軍航空軍の大型爆撃機開発はコンソリデーテッドエアクラフト車相称のリベレーターは解放者の E。アメリカ海軍にも PB4Y-1 リベレーターとして 正式採用され、対戦障害機として運用された。形状の特徴としては、飛行艇を主に開発していたコンソリデーティド社らしく、高翼と上下に高い胴体を持っている。当時、アメリカ陸軍の主力重爆撃機となりつつあった B-17A 爆撃機は、波外れた剣道性で高い評価を受けてはいたが、航続距離の短さが難点であった。 これはイギリスを拠点とするドイツへの爆撃でも余裕は少なく太平洋上での作戦や以後想定される日本本土への爆撃には大きな制約となるものであった。コンソリデーテッド社は航続距離を伸ばすため主翼の翼型にはデイビス翼と呼ばれるグライダーのような細長い直線翼をモデル31から流用した。これは前後のスパンが短いため 前沿直後から急激に厚みを増す翼断面であるが主翼内に大容量の燃料タンクを配置する点でも好都合であった。垂直尾翼は空気抵抗を大きく増やさずに面積を稼ぐことができるとされていた装備翼で当時の流行でもあった。爆弾層扉も開放時に全面投影面積が変わらない巻き上げ式シャッターとした。 B-17 と比べて設計年度が新しいことにより最大速度、航続距離、太い胴体断面を生かした爆弾搭載量などすべての数値で上回っていた。この大きな機内容積と長い航続距離の組み合わせで B-24 は高い汎用性を持ち対戦障害機や輸送機としても使用され生産数でも B-17 を上回っている。なお 本機から、米実用爆撃機は、首輪式が主流となった武装や製造した会社で、E 型、G 型、H 型、J 型に分かれる。G 型の途中から、機種に回転銃座が取り付けられた。L 型および M 型は軽量型になる。B-24 の輸送機型である、C、C-87 リベレーターエクスプレスも、開発された。 C-87 はそれまでの C-47、総発輸送機よりも優れた性能を示し、アメリカ空軍やイギリス空軍で運用された。製造は、コンソリデーテッド社のサンディエゴ工場及び、フォートワースのほか、ダグラスやクラフト社のタルサ工場、ホードモーター社のウィローラン工場、ノースアメリカン社のダラス工場で作られた。特に、ホード社は、 他の航空機会社の生産能力が1日1機であったのに対して24時間体制によって1時間1機の B-24 を生産した。B-24 の生産数はアメリカ陸軍航空隊向けとしては最多の18,431機が終戦直前まで生産され、これに海軍向けの戦機近くが加わる。B-29 の生産機数は 約4000機、B-17 は約1万3000機であり、B-24 は第二次世界大戦中に生産された米軍機の中で最多となる。B-24 はイギリス空軍に受けが良かった。これは初期型の B-17 の低性能に失望した経験から、B-17 に対して良い印象を持っていなかったため、 B-17 よりも B-24 を欲しがったと言われており、イギリス空軍が重爆撃機に要求したともかく大量の爆弾を少しでも遠くにという爆弾運搬能力重視の姿勢も関係がある。B-24 は B-17 に比べると爆弾層が大きく、性格的に A 空軍の主力となったアブロランカスターにも似ていた。ただし、前述の通り、 アメリカ陸軍が大ナチスドイツ戦に大量投入した B-17 はエンジンを変更した買い方と G 型で持ち前の信頼性と剣道性に加え初期型からは性能が大きく向上しており武装も強化されていた。B-24 の欠点としては銃弾を機体に受けると安定性に難がある飛行高度が B-17 より低いなどの弱点があった。 また、アスペクト比の高すぎる主翼が、被弾時に折れやすい上、解放時の速度低下を最小にするために採用された、巻き上げシャッター式の爆弾装扉が、構造的に弱く、クルーが誤って踏み破ってしまったという表さえあった。特に富士着水時に、爆弾装扉が破損して機体が、一気に水没する危険があり、B-17 に比べて、脆弱と、 運用側の評価は芳しくなかった。B-17 であれば生還できた損傷でも、機体を喪失した例も多く、これもあって、特に航続距離が重視される太平洋戦線の場合と異なり、欧州においては総合力性管理数で勝る B-17 を置き換えるには至らなかった。悪評も多く、上院一層機空飛ぶ、寒桶、 未亡人製造機などの悪意あるあだ名が付けられた。1938年、コンソリデーテッド社は、アメリカ陸軍航空隊から B-17 のライセンス生産の依頼を受けたが、それを断り、逆に独自の4発大型爆撃機の開発を提案して、短期間に新型機を開発した。コンソリデーテッド社は、モデル31飛行艇を土台に、モデル32を作成した。 これがアメリカ陸軍航空隊に受け入れられ、1939年2月に試作型の XB-24 を1機受注した。これに続いて4月には増加試作機の YB-24 を7機、8月には量産型の B-24A を38機受注した。1939年12月29日に、 XB-24 の初飛行に成功した。この時の飛行速度が 440km と低速であったため、排気タービン下級機装着型の XB-24B に改造された。引き続き全量産型の IB-24、およびほぼ同等の B-24A が生産されたが、これらの初期生産型についてはイギリスに送られ、LB-30A。 LB-30B の名称で紹介業務に就いた。その後、1941年、アメリカ陸軍航空隊向けに生産が開始された。当初は輸送機として使われたが、1941年12月にターボチャージャー付け爆撃機 b 2 4 c が9機引き渡され、翌年1942年1月に本格量産型となる。 B-24D が登場した。フォード自動車のウィローラン工場で大量生産される B-24E 爆撃機1942年11月、太平洋戦線のオーストラリアに配備され、それまで使われてきた B-17 に代わり、主力爆撃機として運用が始まる。B-29 が投入されるまで、太平洋戦線の主力として活躍した。 1943年8月1日、アフリカ北部のリビアからルーマニアのプロエシュティにある石油産業に対して爆撃を行う。B-24 の大きな航続力はこの任務に適していた。1944年9月、ニューギニア基地の第五軍所属の B-24 によるボルネオ・バリク・パパン油田への長距離攻撃を行っている。また、 人作戦の援護にも参加し、1945年4月からは、中国及び日本本土まで作戦域を広げ、B-29 と共に活動した。日本本土空襲では1945年7月28日のタロア、ロンサムレディはじめ多くの喪失機を出し、捕虜となった搭乗員の中から原爆被爆死者も出ている。 1944年8月12日、無線操縦可能に回収された PB4Y-1 の一機に12トンの爆薬が積み込まれ、ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニア大員の操縦で V-1 分カーの攻撃に向かったが、無線操縦装置と起爆装置の不具合により、出撃して、すぐ2人が脱出する前に、イギリス南部の上空で機体が大爆発を起こした。 ジョセフと副操縦士は共に死亡し、後に戦死と認定された。1942年頃、アメリカ海軍は4発の長距離障害爆撃機の必要性を痛感していた。そこで陸軍が沿岸障害に利用していた B-24 をもとに障害機型である PB-4Y-1 リベレーターを発注した。また、その発展型である PB-4Y-2 プライバティアは、 1944年から1970年代までの長い間、主に紹介機として使用された。PB4Y-2 は、PB4Y-1 の運用実績を受けて、高高度飛行性能を落とすとともに防御下機を強化し、長距離紹介任務での操縦士の負担軽減のため、航空機関士を同乗させた。また、垂直尾翼は1枚の大型のものになった。 輸送機として R2Y が試作も含め2機製造されている。なお、日本軍の文書ではこれらもすべて B-24 として処理されている。XB-24B-24DB-24HB-24JB-24MPB4Y-1 リベレーター B マーク、I リベレーターグレーンマーク、3出展。 B-24 が生産された5つの製造工場の製造工場コードは以下の通り、購入機とレンドリースポーによる対応機がある。データは客中の資料に基づく。ありがとうございます。